次に松本隆さん通告に基づきまして質問をいたします自転車ルールーや マナーの周知・啓発と安全かつ快適な自転車道整備について本年度に入り改正,道路法改正道路交通法の施行により6月1日から自転車運転のルールによる罰則が強化されその内容は危険行為を繰り返すと自転車運転者講習の 受講が義務付けられることになりました一般常識的に自転車での危険行為というのは酒追い運転や信号無視などは言うまでもなく無意識の間に犯す一時不停止の行為などを知るところですが一方では罪の意識もなくふと見受けられる危険行為を 危険を伴う行為では渡ろうとする信号機が青色になった途端自転車に乗ったまま横断歩道を渡ったり一方通行の標識が設置されている道路で自動車やバイクなどのみが守るルールと思い込み自転車で逆進したり分かっていても 目的地が近くにああるるここととから逆走することもありま,すまた歩道がない道路のうち歩行者や自転車等の軽車両が通行できる路側帯において右側を通行したりもしますしかしこのような行為はすべて危険行為であり違反行為であるということです特に自転車による右側通行では 道路の左側部分に設けられた路側帯に限るとされ違反した場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金になりますまた今回6月の改正にありますように先ほど述べたような一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者は 公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に講習を受けなければならないことになり受講命令に従わなかった場合5万円の罰金が課せられることになりましたこのような新しいルールや交通違反の罰則規定など小学校児童を対象とした自転車教室の取り組みや 運転免許証を取得されていないいる方などは更新時においての講習等で知る機会がありますが一方では運転免許証などを取得されていない方やあるいは高齢者の交通事故を防止するため運転免許証の自主返納などの対象者にとって自転車の交通ルールを知る機会に乏しいのが現状であります。 自転車は児童から高齢者まで大切な移動手段であるゆえに交通ルールやマナーを遵守し安全運転に心がけるべく以下お尋ねします一つは正しい交通ルールやマナーをいかに伝え遵守していくかということでありますこのことにつきましては第9次宮津市交通安全計画の中にも記されてありますが自転車が 道路を通行する場合車両としての交通ルールを遵守し交通マナーを実践しなければならないことへの理解の促進に努めますまた自転車乗車中の交通事故や自転車による迷惑行為等の防止をするため歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り方に関する 普及啓発の強化を図るとともに自転車の歩道通行時における交通ルールの周知徹底を図りますとありますように今回の道路交通法の改正も踏まえどこまで交通ルールやマナーの周知啓発を推進されているのかお尋ねします2つ目に自転車損害賠償保険等の普及促進であります 歩行者と自転車がともに安全で快適に通行できる空間の整備は重要でありますが、一方、自転車は車両との事故で、被害者になる危険性があると同時に、歩行者との関係では加害者にもなり得ます。また、今回の道路交通法が改正に至ったとされる背景には、自転車運転の事故による、 被害の申告が挙げられますこの近年事故を起こした自転車の運転者に対して高額な賠償金を命じる判決など自転車事故が社会問題化になっている状況に大変危惧を感じる次第であり昨今他人事ではないのが実情でありますこのような中自転車事故による被害者の救済に資するための 自転車損害賠償保険等の普及促進に努めていただくべきかと思いますがお尋ねします3つ目に自転車運転の安全で適正な利用に関する条例化であります自転車は車やバイクと同時に同様に軽車両として位置づけられ道路交通法を守り運転するものでありますが 運転免許証が必要でないことから交通法規を守らなくてもあまり注意をされないことまた交通法規を知らないまま運転をされている人もおられますしかし、放任することで自転車が歩行者等の生命や身体に危害を与える狂気となり大事故を招くこともあります。そこで 自転車運転においての交通ルールやマナーを遵守すべく安全で適正な利用を推進する条例の制定につきお尋ねします四つ目にくんだ半島天の橋立シーサイド自転車道の整備についてであります自転車の保有率はマイカーよりもはるかに多く都道府県を見ても京都府が最も高いとのことでありますが 自転車は環境に優しい交通手段として誰もが気軽に移動できる車両であり環境負荷の軽減や交通渋滞の緩和にも優れまた健康増進として地元住民の利用のみならず観光振興の視点からも利用促進が図られておりますが自転車の走行空間の整備という点では 自転車から見たづくりまた自転車を利用した観光まちづくりを進めていく上で単語組んだ半島天の橋立てシーサイド自転車道の整備が重要になってきます8 7月18日に京都縦貫自動車道の全線開通を契機に一層観光客の入り込みの増加促進とともに観光振興が 推し進められる中で、レンタサイクルでの内海一周コースの案内もされているところでありますが、より安全な自転車走行空間として、また歴史や自然に親しめる自転車道として、路面の修繕も含め、未整備区間の整備につき、お尋ねし、質問とさせていただきます。 川島総務室長私から自転車ルールやマナーの周知啓発と安全かつ快適な自転車道整備についてのご質問にお答えをいたします国において道路交通法が改正され信号無視やブレーキ 不良自転車の運転、酒酔い運転などの14項目を危険行為とし、これを繰り返す自転車運転者に対しての自転車運転者講習制度が本年6月から施行されたところであります。この講習制度は、見方を変えれば常習的な危険行為運転者を対象に重点的に啓発をしていこうとするものであり、 重大な事故の未然防止という効果に期待したいと思っております。ご質問の1点目、特に道路交通法改正を受けての交通ルールやマナーの啓発活動の推進についてであります。本市においては、これまでから宮津市交通安全計画及び交通安全不眠運動京都府実施要項に基づいて、宮津警察署や 関係機関と協力しながら、年4回の交通安全運動機関における街頭啓発活動や、広報誌宮津等における意識啓発、また小中学校等での自転車の交通安全教室等を実施しているところであります。特に今年度は道路交通法改正を受け、自転車の安全利用を重点としているところでございます。 次に2点目の自転車損害賠償保険への加入促進についてであります。京都府の京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例において自転車利用者の責務として自転車損害保険等加入の努力義務が,努力義務がまた自転車小売業者には 自転車購入者に対する自転車損害保険等に関する情報を含めた、自転車の安全利用情報を説明する義務が定められているところであります。本質といたしましてはも、不条例の規定の周知徹底を改めて図っていく必要があると考えております。次に3点目の自転車運転の安全で適正な利用に関する条例の制定についてでございます。 先ほど触れましたように、すでに京都府において、同種子の条例が制定をされている中で、現時点では条例化まではせず、啓発をしっかりやっていくことで対応してまいりたいと考えております。最後に4点目の、くんだ半島天の橋立てシーサイド自転車道の整備についてでございます。この自転車道はレクリエーションや 健康増進を目的とした大規模自転車道として昭和63年度から平成19年度にかけ整備され、他事業での整備を,整備を加え、全体計画延長22.4キロメートルのうち、一部の未整備区間を残し、現在19.5キロメートルで共用されているところでございます。議員ご指摘の未整備区間の解消につきましては、 京都府の事業が一定終了した現状においては自転車道の整備として行うことは大変難しい状況であるとお聞きしておりますなお未整備区間のうち交通量の多い文字地区においては整備が必要である中で天野橋立駅前については昨年度海の京都事業の一環である宮津八部線の道路改良により 歩行者に優しい道路として車両の速度規制等も行いながら一定整備がされたところでありますまた残る三サ路から涙田外装までの未整備区間については現在京都府において自転車自転車の通行が可能な歩道の整備が計画されていることから1日も早い完成を要望してまいりたいと考えております なお,議員お触れのとおり、近年、住民のみならず、観光客にも自転車の利用ニーズが高まる中、安全に通行していただくためには、自転車道の継続的なメンテナンスが必要と考えているところであり、京都府の府民公募型整備事業等も活用しながら、路面の修繕等必要な環境整備を地元の皆さんとともに、京都府に対して要望していきたいと考えております。 議員の力添えもお願い申し上げ答弁とさせていただきます松本隆さんご答弁いただきましたまず一点目の自転車の交通ルールやマナーの周知啓発ということでは まあ先ほどもご答弁では、主樹、まあのそういう取り組みでもって、収、え、支、ー、徹底啓発に取り組んでいるような、まあ、ご答弁でしたけれども、その交通ルールの,この中身の内容の部分で、どれだけ周知がされているかと、このあたりになってくるんかなと思っております。 で非常に今の自転車運転のルールが分かりにくいということが挙げられるわけですけれども例えば自転車は自動車やバイクと同じく軽車両の扱いになりますので公道を走行する場合 道路側の速がある左側を通行するのが原則ということでありますが、歩道を通行できる条件としましては、自転車通行かという道路標識や路面表示によることになります。そういった中で、このようなことは、費式等で確認はできますが、 自転車通行可の標識等がない歩道においては、自転車で走行はできませんので、通行できませんので、ただし、運転者の年齢が13歳未満の児童や70歳以上の高齢者は除く、また障害者の自転車は除くと、このような内容までは一般の方も、 ご存じないところでありますでこういった内容も含めて、どれだけ市民の皆様に周知啓発ができたのかと、このあたり、現状把握をどの程度までしておられるのかというふうに思うわけでありますけれども、先ほどもご答弁でありました、まあ、広報誌宮津堂で掲載し、 やっていると言いながらも、まあ、この6月1日からの改正にあたっては、6月、7月、8月ともに広報誌、宮津なんかでもそういったあ啓発的なあ書面でもって、えー、ないわけですけれども、まあ、そういったことも含めまして、えー、本当にこう現状、どこまでそういったことが、 徹底してこの把握しておられるのかなという、この1点、再度ご答弁をお願いします。それから自転車損害賠償保険の普及促進の関係では、果たして今現在、どれぐらいの方が保険に加入しておられるのか、どこまでその把握をしておられるのか。 そのあたりを再度ご答弁お願いしますそれからまた条例化ということではこの第9次の宮津市交通安全計画も平成23年度から始まりましてこの27年度で終了いたします。 また自転車は自動車やバイクよりもはるかに保有人口、また利用人口が多いわけでありますが、この第9次の計画書の内容を拝見しましても、自転車に関することがあまりにも少ない、1ページの半分ほどしか見たない程度であります。まあ、京都府の 関係では、そういう交通安全のに対しましての、そういった基づいたものがあるとしましても、市内の道路事情においては、同じこの一本道の道路の中でも、歩道が設けてあったりなかったり、また景観、環境に配慮されましたカラー舗装と、さまざまにあるわけで、 それゆえに、まあ、他市長と同じこの道路利用や条件にはならないということです。で、また先ほど言いましたけれども、今後一層、保険の加入の普及促進やらも、そういった件もございますし、本当にこう宮津市にとって、道路事情や条件に合った独自の条,件条例を設けることが大事な。 視点でであろううかかなと思うわけすすが今一度お尋ねしますそれから最後の自,動車道自転車道の整備についてでありますがまあとにかくこの自転車道は地元の人でも本当にこの自転車道を通っているのか通っていないのかこのコース自体があまりにもこの分かりにくいというか。 示されれていないいなでそういったことが挙げられますで先ほどもご答弁いただきましたけれども自転車道の,この整備がいって終了したというこういった中で地元をはじめ観光客の方が利用する自転車とどなたがこう利用してもこの分かりやすくまた自転車から 降りたり乗ったりしないで済むようなあことにおきましてはまだまだ自転車道の改良の箇所がある余地があるというふうに思っておりますまあまたそういう市民の方からの声もあるわけですが現状をどこまで本当に把握をしておられるのかそのあたりをご答弁お願いします 川島総務市長、えー、まずあの交通ルールについてまあ、住民の方がどれだけ、えー、理解され取るのかなと周知でき取るのかなというあのご質問でございましたあのこの周知につきあの方法につきましては先ほど申し上げましたように、えー、広報紙宮津またあのお知らせ版や何かでも あの周知はしております、まあ、今年の場合、あの5月、えー、にあのお知らせ番でもって、まあ、自転車のことについてあの、周知もしたところでございます、またあの、まあ、京都府の方の交通対策協議会の方からも、その年4回の,その交通安全運動のチラシやなんかがあの作っていただいておりまして、まあ、これらでもっての周知ということに、 今、現段階ではなってございます。あの、ただ、あの先日、あのこの運動期間ということでえー、街頭このあの小学校、宮津小学校のところにあのま立、あ、ちまして、あの小学生のあの通学、またあの高校生の通学。 高校生は歩いたり自転車で通学したりというようなことで状況を見,せ見させていただきましたでちょっと感じましたのはこの自転車の,あの,その通行についてはちょっとその、まあ、あ,のあそこに信号のあるところにあの立っておりましたんですけどもあのすぐにその歩道の方に入って、えー、まあ 正面が赤でも歩道に入って、下に曲がるとかいうようなことが実際にしておるというような実態もございました、そういった今度の法の改正に伴います、こういった危険運転なり、違反行為、これらのことについては、十分に、 住民の方に、市民の方に周知をしていく必要があるというふうに思っております、まあ、その辺はまた警察署さんの方とも相談させていただいて、その方法なんか、また検討させてもらいたいなというふうに思っております。それと保険の加入数でございますが、大変申し訳ございません、今、数字は持ってございません。それと条例の関係でございます。 あのまあ、宮津市の,その、まあ、道路事情といいますか、まあ、そういった条件に合った独自の条例をということでございました、あのまあ、条例についてはまあ京都府が持っておられるのと、それとあの府内では宇治市とまあ京都市があの持っておられます、でまあ、それを見せていただく中で、大体いい内容的には京都府の条例に。 っったようなな内容にてておりまして、まあ、その独自性といいますか、まあ、その辺がないんではないかなというふうに思っておりますで今、まあ、現段階ではその独自性を持ったその条例というところまではまだ要,要検討はいたしておりませんで,すで、まあ、今の段階ではあの、まあ、京都府の条例にのっとって市としての、まあ、すべきことを あの場所打ちなりしていきたいなというふうにあの思っております。以上でございます。坂根建設市長、はい、あの自転車道のお尋ねです。で、まあ分かりづらいということです。で、先ほどご答弁申し上げましたように全体で二十二点四キロで十九キロ。 1 9 5キロをまを整備したあと残っているのが2 9キロが未整備だということですで分かりにくいというのが要はその整備1 9キロちょっとさせて,ていただいておるんですけれども単独でその自動自転車と歩行者が、えー 歩けるる道を作っておるのが6キロほどですあとがその既存の歩道を,を使わせていただいて、えー、重複区間と言うておりますけれども重複区間が11キロほどあるということですであとまあ未整備な状況の中で要は。 その未整備のところは、指道でありますとか、岩滝町駅もあります、与田野町駅もありますんで、町道とかを使わせていただいているということで、なかなか、その、一本、すっと通っておる自転車道では、自転車道ではないということです。で、先ほども申しましたように、20年間かけていただいて、整備をしたということですで。この事業やはりあの 京都府の,その事業評価委員会にもかかっておりまして、えー、本当にまあ今事業を起こす中で10年間あたりたって効果が出てなかったら事業の見直しとかいう中もある中で、まあ、20年間かけてやってもらったと言ってもう自転車道としてはもう整備は。 完了とということですで分かりづらい部分まああの未整備のところはまた別途の事業で要望していくということですけれども分か,分かりづらい,いう中の部分ではあの19年の時にその事業終、まあ、一定の終了という時にサイン関係をやっていただきました、えー、路面にその自転車の サインをしたり、れからまたあのサイン看板、ちょっと小さなあれですけれども、あのそんなもんも,掲げ,てもら掲げてもらったりしておるんですけれども、まあ、その辺の充実もあの、未整備の要望とともに、あのサイン関係、もう一度お,お,お願いしたいというようなことで、要望も重ねてまいらなければならないというふうに思っております。 松本隆さんご答弁いたただきましたで1点目のこの周知啓発という関係では、今回、本当に大事なことは、これまでの道交法の改正は、免許証を取得されている自動車やバイクの運転者が、 代表でありましたしかしかながら今回の6月1日の改正では免許取得を義務化されていない方も対象となっております。道法上自転車は軽車両の位置づけでありますために自転車で違反をする等免許証が なくても今回の最新の同行法改正においての取り締まりの対象になるということでありますまあ要はそういったことも含めましてこれまで知る機会がなかった方々に対しましてどれだけ市民の方にそのような内容までもが周知できたか周知をできていなければ 知らなかったでは。座らせられないということであります。で、こういった、ああ。こちらの方で。いくらこう周知をしたといえども。おお、そのことが。一方通行に。なっては。ならないわけでありまして。えー、どうか、ああ、そのあたり、えー、どのように、こう。 受け止められておられるのか、再度、ご答弁をお願いしたいと思います。それから、保険の関係では、おっしゃられますように、この第9次の宮津市交通安全計画の中にも、自転車事故による被害者の救済に資するため、自転車損害保険等の普及に、 努めるようこのように示してあるわけですけれども、本当にこの中身の部分で、例えば高校生徒など、最もこの自転車の利用頻度が高いわけですが、保険加入は実態は皆無に等しいということであります。また最も頻繁に自転車を 利用する年齢層とか、毎日の開門などで多く利用される主婦の方など、まあ、日常の内容を把握するなどされまして、もっともっと本当にこの普及に努めていただくことが大変大事かと思いますが、いま一度ご答弁ありましたらお願いします。それから 4点目の最後のこの自転車道の整備でありますが、先ほどおっしゃられました、答弁いただきました、現にこの海の京都の関係によりまして、天の橋立駅前の改修とともに、道路の福井においても、また歩道におきましても、自転車道のコースであるところが改修をされております。 でまあ、人通りが本当に最も多い区間になりますので、まあ、今後におきましても、車と自転車と、また歩行者とがいかにこの共存し、利用していくか、このことがまた求められてくると思いますし、また、このシーサイド自転車道という意味を考えましたときに、 えー、景,景色の良い海岸を整備していくというのが、まあ、基本的なこの考え方にあると思っておりますので、えーまあ、例えば今後におきましても、お鈴に位置します宮津岩滝線の整備が継続というところから、それが整備できれば、ご存知ではないですか。 武道53号の網の岩滝線とつながりまして自転車道もより海岸に近い新たな道に移行するものではないかとこのように思っておりますそのような道路整備計画も含めながら意識的に先ほどおっしゃられましたけど平成19年に整備計画が一定終了したというこういった意識ではなしに 計画は達成するために、また実現するためにあるものであり、現場の状況を認識していただきまして、えー、課題を見出し、京都府の方にも強く訴えていただきたいと思いますが、答弁ありましたら、お願いします。川島総務室長、えーあのまあ、これまで、あの 知る機会がない人に対するの周知ができとるかということでございましたあ,の、まあ先ほど申し上げました、まあ、周知の方法で十分あのできておるというところまではあのと,いというふうには思っておりませんまたあの高校生またあ主婦等の,その,あの、まあ、保険加入が、まあ、皆無だということで、えー、というお話でございましたが、まあ、あの事故を起きますと かなりの損害賠償というのは、あの必要になってまいります。まあ、そういったことで、まあ、風の条例では、まあ、努力義務ということになっておりますけど。あの、まあ、周知について、ちょっと、あの、あの。まあ、先ほど申し上げましたように。あの研究もして、周知に努めてまいりたいというふうに思っております。よろしくお願いします。藤本教育長。 あの学校教育の方でありますあの、まあ、特に幼稚園あたり、年齢層の低い子どもさんについては、自転車とかそういうのはなかなかなんですけれども、まあ、日々の、うん、園の生活の中で校外学習をするときに、交通ルールであるとか、そういったものを周知徹底していただいております、また小学校も、その年齢層に応じて、えー、安全指導と。 いうことで、特に高学年あたりは自転車を持ってきて、そして、えー、一定、えー、交通ルール、そういったものも、えー、年間の計画の中で徹底をしております。で、中学生においても同じことが言えるということであります。また春、そして秋の交通安全期間というふうな時には学校にポスターときちっと掲示しながら。 交通は安全というふうなことで、えー、指導はさせていただいております。以上でございます。坂根建設支長あのこの自転車道いずれにしましてもその要は、えー、京都府さんの方で、えー、やっていただくいうことで要望という形にはなるんですけれども、その要望する中でやはり本当にまあおっしゃっていただきましたように地元まあ あの人が本当に可愛がる言うんですか、利用しておる、その実態がなければ、本当に要望していただいて、要望してもあの聞いてもらえません。 でまあ、計画は達成するものだということですけれども、本当に効果のない、えー、地元の人も使っていただけない、いうようなあその道路、まあ、これ、不動802号線ということなんですけれども、を、店備のところもっと築造してくれと言うても、やはり利用していただく。 かわいがってもらう、これが必要だと思っておりますいう中で、まああの、おっしゃっていただきましたように、その交通量の多い、えー、未整備区間、これはあのやはり、えー、その交通安全という部分でも本当に必要ですんで、これはあの本当に予防を重ねていかなければなりません、そして、えー、サイン類、そして,そして、えー、使いやすい、えー、メンテン。 まあこれは本当にまあサインも含めて、地元の,その不眠公募あたりの制度も使いながら、要望を強力に重ねていかなければなりません。ただ、基本は再度申しますが、地元のみんなが、住民が可愛がって使うということが第一義だと思っております以上で質問を終了します。